大召喚士様、初めてお目にかかります。リアン・ロンゾです。はじめまして、リアン君。それからエイド・ロンゾです。こんにちは、エイド君。うん、会えて嬉しいです。リアンとエイドはたくさん聞きました。ユーナ様とキマリ長老の旅の物語でも、リアンとエイドに会ったことは長老に言わないでください。どうして？ああ、ガガゼ島を飛び出した子供ってあんたたちでしょう。キマリ心配してたよ。連れ帰るか。そうだね。あれ、何？すんごい逃げ足。お客さん、いっぱいだね。たく、親父ったら。やあ、君たち。仕事は？苦戦気味というところかな。ご覧の通り猿が増えてね。お客さんに悪さをするからまともに営業できなくて。ユーナンに怒られた上に猿か。親父がへこむわけだね。はあ、では皆さん失礼。
あんまりいたずらしちゃダメだよ。ねえ、この子たちがもっと増えたらここ静かになるんじゃない？なるほど。
おかしいなあ。どこに落としたんだろう。もう大事なスフィアなんだから、なくしたらルブラン様に蹴られるよ。文句言ってないで、あんたも探してよ。大事なスフィアか。横取りしちゃおっか。考え方が染まってきたな。誰に？こんなところにあったのか。いや、悪い悪い。わざわざ探してもらっちゃって。返してくれないの？そんな。お前ら。こいつらひどいよ。スフィア返してくれないんだ。奪い返しゃいいだろうが。あ、そういうわけだ。お前ら、かかれ。発掘の前にちょいとオアシスの様子を調べてほしいんだよ。この頃妙なものが流れ着くらしくてね。それじゃあよろしく頼むよ。
メじゃない？こんなところで出くわすとはな。ここであったがなんとやらだ。いつぞやの礼をさせてもらおうか。出た出た。じゃ、締めてひんむくか。わけのわからねえことを。ユーナ、すまない。どうしたの？突然。ユーナのためにスフィアを探した。だが、見つけられなかった。キマリは情けない。大丈夫だよ、キマリ。手伝ってくれるのは嬉しいけど、私の問題は私が解決しなきゃ。キマリは山中を探し歩いた。まだ探していない場所は一つ。本山の奥にそびえる祈り子の断崖。ロンゾは誰も近寄らない神聖な土地。手つかずのスフィアがあるかもな。召喚士は本山を登らない。だがスフィアハンターが来る。神聖な土地が汚されないかヒマリは心配だ。ねえ、ルブラ一味かもよ。調べてみようか。いいかな。ユーナたちならヒマリは何も心配しない。ロンゾの若者たちはグアドへの復讐を諦めない。ヒマリは戦を防ぎたい。しかし知恵が足りない。ヒマリもそう思っている。長老が誰かに頼ったらその者は長老にふさわしくない。そこまで思い詰めなくても大丈夫だよ。ユーナ、すまない。ヒマリの肩は少し軽くなった。若きロンゾは力を蓄え、憎きグアドを打ち滅ぼす。殺められた我が一族の仇を取ると御山に誓った。望むところだ。鍛え抜かれたロンゾの技でグアドに目にもの見せてやる。でもそうしたらいつまでも戦いが終わらないよ。ロンゾは最後の一人まで戦う。
この先か。もしかしてこれ登るの？ロンゾが近寄らないわけだ。引き返そう。だったわ。こんなところに温泉があるなんてね。でもさ、ここって一応ロンゾの聖地でしょ。ちょっとヤバいんじゃない？なに、パタリでも怖いってわけ？そんなのルブラン様に比べたら全然よ。こら、お前らサボってたろ。あ、いえ、その任務に備えて英気を養っていたわけでして。ここは温泉？今の連中、ルブラン一味か？あー、忘れ物！簡単に手に入っちゃったね。せっかくだし、入ってく？ロンゾの聖地で？誰も見てないさ。どれどれ？何？まあいっか。あたしの方がピチピチだもんね。失礼な！来るな。
お、お、ほう。閉めるぞ。実はバイってさ。閉める。やるか。助太刀します。さて。許してください。ダメ。ユーナ、何してるんだ。みんなで温泉入ってるよ。どんえん。大丈夫。俺もすぐそっちに。ああ。兄貴さん。殴っといたから安心しろ。あ、じゃあ出よっか。あたしのぼせそうだよ。はあ、生き返ったね。戦闘服返してもらうよ。なくしたらルブラン様に叱られるんだから。来やがって、ちょっとだけ驚いたぞ。ちょっとの割に戻ってくるまで随分かかったな。うるさい。潜入だな。